道内では SNS を使った詐欺が増えていて、同系は関係機関との連携強化を目指し、連絡会議を開きました。同系本部で開かれた会議には、金融機関やコンビニエンスストアの担当者らが参加し、SNS を通じて嘘の投資に勧誘したり、恋愛感情を抱かせて金を騙し取ったりするロマンス詐欺などの手口や被害状況が共有されました。 統計によりますと道内で今年6月末までに認知された SNS 型の投資詐欺とロマンス詐欺は85件で被害額は去年の同じ時期の4倍以上となるおよそ14億5000万円に上っています。